いちゃったな。ねえミン、熟睡してる。そりゃそっか。どうしようかな、こんな時間に何か食べるのも。そういえばフードエリアに美味しそうなバーガーを出す屋台があったような。うん、それくらいなら大丈夫かな。なんだろうこの落ち着かない感じ。やっぱり D4 フェスだからかな。でもそれも仕方ないか。なんたって今回の相手はあのアルテミスだもんね。だけどここまで来たんだ、私たちは勝つ、そのつもりでここに来たんだから。あれ、あれって伊吹さん？でもやっぱり。伊吹さんってそういうの食べるんだ。え、あ、京子？違う、これは違うの。その、トアが高カロリーな食べ物をこっそり食べてないかどうか巡回してて。京子、いえ、京子さん。どうしたの急に。このことはフォトンメーデンのみんなには、特にトアには内緒に。内緒にと言われると。冗談だよ。その代わり一緒に食事させてもらってもいいかな。ええ、それでいいなら。そういえばこうしてゆっくりと話す機会ってなかったよね。そうね、それぞれユニットのことで忙しいものね、特にここ最近は。アニメ映画や姫神プロデューサーの件？ええ、想像しなかったことの連続だったから。正直あんな急展開の連続でよく D4 フェスの準備をできたなって驚いてるくらいよ。でもそういうピキピキの方も大活躍してたじゃない。もしもあの時あのアニメ映画のオーディションでピキピキが辞退していなかったら、私たちがあの仕事をできたかどうか怪しかったかもしれないわね。そうだね、もし私たちが辞退しなかったら勝つ自信はあったかな。かなりズバッと言ってくれるわね。でも勝負には勝ってたとしても納得のいく結果は出せなかったと思う。あの頃忍がすごく苦しんでいる時期だったから、きっと自分でも何を求めてもがいているのかわからなかったんだと思う。そうなんだ。ごめん、なんか変な空気になっちゃったね。気にしなくてもいいわよ。でもそっか、それじゃあ結果的にお互いいい形に収まったってわけね。そうなるかな。さてと、夜食も食べ終わったし、そろそろお互いのユニットの元に戻りましょうか。そうだね、特に伊吹さんはこんな姿を見られたらまずいもんね。ちょっと京子、このことは言わないって約束したわよね。大丈夫だよ、ちゃんと約束は守るから。そういえばさっきまでの落ち着かない感じが少しなくなったような。もしかして伊吹さんと話したおかげかな。ん？どうしたの？ねえ、もう少しだけ話さない？あ、そうだ。え？京子どこに？伊吹さん、これが飲み終わるまででいいから、もう少しだけ付き合ってくれないかな。
そんな悪いわよ。なんだか今日の京子、普段と少し様子が違うわね。もしかしてライブ前で緊張してるのかしら。まさかね。でも、もしもそうなら、少しだけ。伊吹さん？でも、ピキピキのリーダーからの誘いを断るのも悪いわね。そう来なくっちゃ。ところで、京子。私もフォトンメイデンも、今回はピキピキに負けるつもりは。いえ、あのアルテミスにも負けるつもりはないわよ。最後に優勝を奪っちゃうかもね。だからお互いに最高の結果を出せるように最後の一瞬まで頑張っていきましょうね。そうだね。それじゃあお互いのユニットがこの D4 フェスでいい結果が残せるように。残せるように。乾杯！